はい、さあ、行っていきましょうか。スーパーマリオギャラクシー。現在多分115っていうことで、あと5個で、多分この実況は終わりになると思います。そんな感じでロフトのスターを残り取っていくんですけれども、ダンジョン警部コンプリートして、キャノンフリートあと1個とヘルプロミネンスがまだまだ残ってるって感じで、キャノンフリート、レッドコメット来てるから行っちゃいましょうか。はい、このギャラクシーに飛ぶ。レッツゴー。レッドコメットはタイムアタックだったよね。時間制限の中で、進んでいかなきゃいけないと。どこを進むの？それが問題。環境が問題だよね。タイムアタック。ベーゴマン一族の復讐。ベーゴマン一族の復讐はベーゴマン倒すだけだからだいぶ簡単じゃないか。そうだよな。あの地区を助けに行くだけだもんな。それを時間制限でやれってだけだもんな。あれ、もしやこれは簡単なのでは。ベーゴマンってそんな強くなかったぞ確か。はい、行きましょうか。ベーゴマンは普通にこうやってやればあっち行くから、あれ、これジャンプするのどうするんだっけ。こいつを引き寄せてくるのか、こいつで飛ぶのか。でここでヒップドロップして、ほらほら、そういうこと。はい、博識。もうスーパーマリオギャラクシーのこと何でも俺に聞いて。ちょっと話させて。電線が邪魔で仲間を助けられません。スピンで何かをぶつけて電線を消してください。あ、ベーゴマンぶつけろってことか。来いよ、ほら来いよ、ほら来いよ。でうまいことここにいたいたいた、こうしてこうすると、よし、電線、よし、1本消えた、1本消えた。あれ、あとベーゴマンが、弾がない、弾がないぞ。あ、いたいたいた。ベーゴマンっていう名の弾がない。よし、当たった。あと1個だね。おお、消えた。あ、2回でいいんだ。よし、助けたぞ。何かお礼をくれ。近道に案内しますね。変身。このスターリングになったチコたちはさ、どういう一生を終えるんだろうね。戻れるのかな、普通のチコに。これは、よいしょ、あと5分。よいしょ。あ、青いスター、なんだっけ、スターリングみたいなのが。これを取ればいいのか。ベーゴマン一族の復讐って言ったって、こんなんもうかわすだけでいいんだから、そんなこんな楽なことはないぜ。4つ、あと5つ目どこだ。5つ目、5つ目。あ、なんか上にあるぞ。あ、上にあるぞ。ジャンプか。はい。あ、こいつで踏み台にしろってことね。こうか。ほら。で、どこに出る？あっちか。じゃあ、あっち行きましょうか。もうこいつら無視。うおー、どうなってる？どう重力わけわかんないことになってた。はい。で、このまま飛んでく。完璧なプレイ。何の無駄もない。これは？え？あ、思い出したー、これ。こうやっていかなきゃいけないやつだ。これ、ベーゴマンでも何でもねえじゃねえか。どこにベーゴマン要素があるんだ、これ。よいしょ。この、弾に当たったらもう、一発で即死だった気がする。気をつけていこう。今じゃない、今じゃない。耐える、耐える、オッケーオッケーオッケー。耐える。もう、出た瞬間ぐらい。今。今だね、よし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 。で、前通り過ぎる瞬間ぐらいに行く。これが一番ベスト。で、あ、こうして、この勢い使って、こう、よし。こうしか言ってないけど、実況にあるまじき代名詞ばっか使うっていうこの実況動画の下手さ。これがベーゴマンだらけなのか？ん？ここなんか来たこと覚えあるな、普通に。ちょっとだけ記憶あるわ。危ない危ない。で、これを避けながらってことか。避けて避けて避けて。ジャンプ。これ、宝箱開けるのはさ、危ない危ない。宝箱開けるのはさ、なんかあれがいるよね。甲羅がいるから。あ、いた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 。甲羅がいるから今んとこ無視でいい。あの奥にスターリングあるからそのまま行っちゃえ。避ける避ける避ける。いやー、もうこのまま行っちゃえ。もう無理やり行っちゃえ。あと3分、3分あれば行けるでしょ。おお、危ないよ。で、これジャンプで越えていいのかな。いいとも。よいしょ。いた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 。お前、まだ1段階そこに電気あったんかい。これはそこにボスがいるのか、親玉が。ここ登れないんかい。よいしょ、登ると、おお、来た来た、円盤が、未確認飛行物体。濃いよ、お前なんかもう俺がぶっ通してやる。こうして、こう。よし、もう一発目当てちゃった。踏んで、トゲを引っ込ませて、一応お前じゃない。このまま行く。ほら、よし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 。もう倒せちゃうよ。もう終わるよ。もう終わるよ。よし。このまま。お前じゃない、お前じゃない。こう。当てた？よーし、2分22秒。残り。2分半ぐらいでいけるんじゃないか。もう、
ちょろすぎるよベーゴマ。もう二度と俺に歯向かってくるんじゃないぞ。永遠にここでのたれ死ね。さーて、キャノンフリートもコンプリートしたということで、あと残りスター4個。これがヘルプロミネンスに全部残ってるってことだな。よし、行ってみましょう。あと普通のミッションが1個残ってるね。だいたい簡単なミッションが3つとコメットと隠しスターみたいな感じでなってるから、まあ、これが簡単な方って考えるとちょっと怖いな。マグマの星のディノパックン。ディノパックンってあれエッグプラネットギャラクシーの一番最初のボスじゃないの？うわ、そんなところにお前マグマを吸って成長しているのか、もしかして。よし、行ってみよう。マグマの星のディノパックン、あの上の方か奥のやつかな。まあ、愛も変わらずここに着地ということで幅飛びで進んでいく。おおおお、危ない危ない。この石になったやつはふるっと倒せるのね。でこれがもとまた怖いね。このせり上がってくるマグマが間抜けていく。おお、なんかさ予兆がないのかな、これ出てくる時の。意外と予兆がないよね。おわっか、よし。でこれ沈んでいくのか。暑いだろ絶対マリオ。さすがに暑いべ。靴、お前それスニーカーだろ。ただのブーツなのかブーツか知らんけどさ。でこれここからいけんじゃない、もうね、これでいけるよね。よし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 、こんな足場なんて踏む必要はない。うわ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 、危ない。なんか今危なかったね、火が出るところだった。気をつけて。でこれはこっちか、このスターリングにくぐる。マリオ足の皮もデロンデロンになってんじゃないの。真っ赤になって皮むけまくってんじゃないの。これどこだっけ。おーおー、いやマグマだ。ん、これなんだ、これは何をすればいいタイムだ。何か手がかりがあるはず。ん、スター、熱い。スターリングもないし、とりあえずこれを倒してみるか。意味ないかな。よいしょ、敵倒すぐらいしかやることないよね、ここだと。おーっと、危ない。よいしょ、でもこれなんか良さそうだね。よいしょ、なんかさ、完結戦みたいなやつで敵が隠されてるってことは、多分倒すために置いてあるってことなんだろう。だから多分いいはず、俺の推理は合っているはず。あと1匹ぐらいいるだろう。ほら、おお、これで出た。本当に今日さえ渡ってるかもしれない。舌はさえ渡ってないけど、舌は相変わらずデロンデロンのままだけど。ここか、あ、まだあともう1個あるのか。早くディノパックンと戦いたいよ。なんかファイヤーボール、何これ。これこそプロミネンスじゃないの。太陽のあの外側の方の燃え盛ってるとこじゃないの。そんな難しくなかった、突破するの。これでようやくディノパックンか。違うな、まだあるのか。なんかマグマのロールケーキみたいなのがある。これは、あ、こっち右の重力だから、こ、渡れない、渡れないか。ここ、いや、ちょっと待って、ここだ、これに渡る。でこういって、お、操作難しい。通ってもダメか。いや今危なかった。あそこのスターリング取りたいよね。どれで行こうか。なんかリフトがぐるぐる回ってるから、これで、じゃ、うお、意外と操作これ効かないぞ。このね、この操作のしづらさ絶対伝わんないと思う。早めにジャンプ。ちょ、乗る場所間違えた。これに乗ろう、じゃこれに乗ろう。はい、うー、イライラしてきた。じゃこれに乗るか。いや、もう無理やり行く。もう無理、俺は無理やり行く。もう成功法なんて関係、熱い、成功法なんて関係ない。落ち着こう、落ち着けばなんとかなるから。よしよしよし、ここヒップドロップ。あ、でもな、内側の方が早いのね。なるほど、見極めていこう。内側の方が早い。お、危な、これ初速遅すぎる、マジでマリオ。よし、ジャンプで、ここもジャンプで取れる。で下に落ちる。そう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 、この着地点を変えれば意外といけるかもしれない。邪魔すんな、リフト。これ意外とさ、このマリオの歩く速さが遅いんだよね、世界のマリオのくせに。4個、あと1個、あそこか。もう行っちゃえ。いや、あっち、熱いけど、よしよしよし、5個目。あそこに戻らなきゃいけないのか。いや、あれ、危ない、危ない。ここ着地して、ここ乗り越えて、これだ、よし、こうだろう。これでようやくディノパックンと対面できるんじゃない。まだっぽいな。ボスバトルまでどんだけ長いねん。なんかよくわかんないチコがいる。おー、あちゃあちゃあちゃ、危なかった今。あ、もう一個か。なんか青いチコがいたね今。ボスバトルに向けてなんか用意してくれんのかな。
ほらほら、お前はなんだ、ハヤナス、ピカリンピカリンチコショップ、あ、そうだったそうだった、スターピース30個、ちょっと待って、左側にスターピースあったよね。うー、カメラ視点変更できない。あ、違う、こっちじゃないんだ。ちょっとあそこのスターピース俺は取りに行きたいんだ。よし、今もうちょもうちょもうちょっと稼ごう稼ごう。よし、稼いだ稼いだ。よし、それで6個買おう。6個じゃないや、ライフが6になるキノコ買おう。交換する。ライフアップ、初めて買い物した。ほな、きっかりぴったし、いただきます。やるよ、命のためなら。変身、あ、お前がキノコになるの、ありがとう、そんな命を賭してお前の商売慣れてたけど、今の商売一度きりだろ、変身って。もう食われたんだから、マリオに。おら、追撃を加えて、これ燃え盛ってるからスピン効かないんじゃないか、これ効く、ちょっと効く、これ燃えてない時にアタックか、ここか、今か、タイミングが重要ってことだな。うー、いかつ、お前声キモ。とりあえず避けつつ、尻尾が黒くなった時にアタック。疲れた時か、今だ、疲れて尻尾が黒くなった時にスピンね。なるほど。でこういった直線距離だと絶対追いつかれるような気がするから、回転を対応していく、こうこう回転を対応していく。おーおーおおおお、ちょっと待って、これ奇跡が、炎の奇跡が残るんだ。で今だ、こうだろう、あれ、もしかしてもう倒しちゃった。いや、まだ続く、まだ続く、終わらない終わらない。熱っ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 熱い。でもこれライフアップ取っといてよかったな。気をつける気をつける。でそろそろ今、よし、もう一回か、終わったか、誰も終わってくれ、終わったっぽい、焼きこけた真っ白な灰にもう毎回思うけど、ディノパックン系は卵を壊してるマリオが一番悪いと思うんだけどな。たとえこんないかつい星だったとしても、あいつはあいつとして頑張って一つの生命として生きていたんだから、反省しろマリオ。はい、117個ということで、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、もう一個行こうか。セーブしました。あとヘルプロミンスだけでしょ。うわ、デスコメット来てる、ちょっと待ってくれよ、今戦ったばっかりだぞ、ディノパックンと、多分ディノパックンとサドンデスってことでしょこれ。あの燃え盛る恐竜は怖いよ、ライフ1で挑むには。ライフ6あったからだいぶ心の余裕を、え、地獄の釜を駆け抜けて、ディノパックンじゃないっぽいなこれディノパックンじゃないぞこれ、地獄の釜、上に行くだけかこれ、サドンデスで。あ、なら簡単じゃない、完全にディノパックンとライフ1で戦う感じかと思ってた。まあこれだって敵避ければいいだけの話だもんね、敵と交戦する必要はないんだから。だからエルヴィン団長の索敵陣形と一緒だよ、わざわざ巨人と交戦する必要はないんだよ、巨人を避ければいいだけの話なんだから。ここだろ、避けれる、よし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 、これジャンプ、そんな難しいことはないでしょ多分。やべ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 、でここでジャンプ、この金網熱いでしょ絶対、何度でも言うけど、ジャンプで、この柑橘線みたいなやつを一旦待つ、でここでも吹き出す、見極めろ見極めろ、制限時間はない、時間はいくらでも使って大丈夫、ヒップドロップして、ちょっと埋め込むけど地面に落ちてくるからここは回避。おお、危ない今の今の危な、スピンして、あっちか、どっちだ、こっち意味ない、なんだこっちのスペース、しかもなんでこんなここだけカラフルなんだ、トイボックスギャラクシーみたいな感じで、でこれジャンプ、危なこの火山、この中に入ってみたいっていうなんか欲はあるけど、うわあれ入ってたら死んでたな出てよかった、あれ入ってたら確実に命失ってた。でこれなんかボス戦じゃないデスコメットって珍しくない？あ、これ普通に重力でこういうことか、こうしてこうして、でこっち側で飛んでく、あ、どこだ、あ、あれか、でこれ普通に行くだけじゃダメなのかな、なんか危険要素ある、あ、あるね気をつけていこう、ここはもういつプロミネンスが来るか分かんないから、火の玉は一発限りでいいのかな、これは一発しか出ない、一発しか出ないから出た瞬間に行く、これ2発って、もう行っちゃえもう行っちゃえもう行っちゃえ、今だろ今だろ、行っちゃえ行っちゃえ、そうそう行っちゃえ行っちゃえ、でこれはどっから出る、そこから出る、だから目的地どこ、
え、なんかミサイル、あ、違う、あれ背景か、びっくりした。なんかミサイル出てきたのかと思った。こっち行ってみようか。 あそこか。ほんでこう行って、この瞬間に振る。よし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 、先を見よう。2手3手先を読んだプレイをしていく。おお、何あれ、あれ触ったらもう終わりでしょ手で触った瞬間もう手使い物になんなくなるよあれ。よいしょよいしょ、回収回収で、なんかさっきもこんな円盤あったね。よし、飛んで、え、待って、こいつら倒さなきゃいけないの。違う、スターピースだ。うわっ、その四角からは良くないって。ここ戻ってくるまでにもう5回ぐらい死んだわ気をつける気をつける気をつける、危ない危ない。このスターリング5個集めるっていうミッションが、危ない、さっきと同じ死に方するとこだった。スターリング5個集めるだけっていうこのミッションがもう、よいしょ、このもうライフが1っていう緊張感があるだけですごく怖いものになる。危ない、ギリ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 、よしよし、ここさえ行ければ。よし、どこにいる、そこか。うわ、なんかすげえ集まってきてる、あの火の玉が集まってきてる。もう行っちゃ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 う、よしよしよし、行っちゃう行っちゃう、先に行っちゃう。で、あとここ登るだけか。登るだけは意外と簡単なんじゃないかと信じたい信じたい信じたいけど、マグマせり上がってくるやつだよねこれ多分。無駄な敵出てくんな。おお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 あ、危ない、傾く、マグマが傾いてるとか聞いたことない、そんな。で、こっからマグマがどんどんせり上がってくるのか、違う、ん、どっちだ、床が沈んでくのか、そっち。危ない、早く動けって。何お前、悠長な悠長に構えてんだ。急げ急げ急げ、ライフ1だとすごく緊張感出る、あのチンケな敵でさえ。危ない、よし、危ない、気をつける。お、なになになに、上からなんか降ってきたぞ、危ないって。意外とトラップ仕掛けられてる。どちらどっち、そっちね。オッケーオッケー、縦に押してくんのね。大丈夫大丈夫。で、これ踏んでいい、踏む、なになに、なんだよ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 な、なん、ね、なになになに、どうすればいいどうすればいいどうすればいい、どうね、ね、ちょ、さあ第2ラウンド。なんでマリオが乗った瞬間にそんなさ、あの枠が外れてくの、そんなアンバランスで保たれてたの、ここ。気をつける気をつける、ここ幅跳びジャンプで行って、急ぐ急ぐ、急ぐに越したことはない。よいしょよいしょ、時間制限はないけど時間制限はあるからな。危ない、忘れてた。で、ここ岩落ちてくる、岩が落ちてくる。でも止まらずに行けば大丈夫なはず。オッケー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 。で、ここがちょっと謎だったんだよね。一回ここ押してこっちで待つ、早く落ちてこいって。で、ここで壁キックか、ここにくぼみがあったのに見えなかったわ。で、ここ叩いても意味ないだろ、スターピースだろ。今スターピースとかもう宝の持ち腐れでしかないからな。下もあんなくなってきて、危ない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 よ。よしよしよし、枠通って、で、こいつらもうまく避けていく、距離感覚わかんないけどうまく避けてって、ここ壁キックでいけたんちゃうこれ。もう一回もう一回叩く。で、待って待って、落ち着く、まだ来てる、敵が来てるから落ち着く、解放されて取り、おーし、うう、きっとなんか変な色ついてる、ヌンチャクに汚ね。